皆さんこんばんは、原田ゴルフ、原田修平です。今日はですね、右手の叩き方についてちょっとお話ししたいと思うんですけど、こう右手でね、こう叩くっていうか、こうスイング中ってここからこう右手をこう右手で叩きに行く、こんな感覚ってすごくあるんですね。だけど皆さん叩き方を間違えてるがゆえにいろんなミスが出ると。叩くんであれば正しい叩き方を覚えていただきたいというのがありますよというところがあるわけで、そこからゴルフクラブの使い方っていうのを覚えてほしい。もうただ単に右手を使ういけないっていうことじゃなくて、使い方、これを理解するだけで右手の動きっていうのをうまく使えれば利き手をうまく使えるというところで、叩き方いろんな動画があるんだけれども、結構簡単な誰でもできる、方法、初心者からね、まあ、上級者もに至ってまで全ての方に刺さるような右手の叩き方の解説をしていきたいなというふうに思います。まず一番大切になってくるのが、右手で片手でね、打つっていうことをやってほしいんですね。こういうふうにね。でこの時に非常に重要になってくるのが、この時ですね。この時にこの小指と薬指がちゃんと離れなきゃダメ。こういうふうに。これがめちゃめちゃ大事。この動作ができるかどうかがとても大切になってきます。なのでここで一回引き剥がされる感覚、ふっとこうね、これがないと非常に間が持たない。インパクトの瞬間の間だね、この間です。今一瞬間がありましたよね。でこの間があるから、右手の叩く時のタイミングになるわけ。実際スイングだとここですね。今の一瞬に僕が喋るところ、ここの間みたいなものがあるからこうタイミングが取れるんだということなんですね。なので片手で振るときも一回離すように、そして実際スイングもここで手がほとんど握れてない形になればなるほどこう打ててくるんだと。ここら辺をまずしっかりと覚えていただければめちゃめちゃいいスイングになるし、右手を叩けるというところがあるわけね。これがまず一つ目で、これ二つ目のポイント、これがねもう非常に重要なポイントで、グリップエンドが逆方向、この方向に一度クラブが離れていく感覚。これ今ねすごい皆さんやってる人多いと思うんだけど、これすごい大事。これができないとグリップエンドが遠くに行くことによって前傾キープもできるし、左足にしっかりと踏み込めるんですよ。これどういうことかっていうと、グリップエンドがこっちに行くことによってほら踏み込む動作とこうペアになるわけで、この動作がためになるわけね。これためようと思ってグリップをこっちに持っていくと右手叩けないから、そうですね、こういう浮上だと。これフェースが開くということになりますので、これ叩くわけじゃなくボール打たなくてもいいんですけど、一度離してから離してから打つっていうね、こういうふうに離していくといつか当たるから。どうしても皆さんねすぐ当てたいからこういうふうに手を持っていくわけ。これねそうじゃないんですよ。離してはーいつか当たるっていうね。
いつか当たるまで待つっていう感覚が分かると展開としてイメージできる。でどうしても分かんない方はね、一回こうやって握ってこの根元を握るんですよ。握って突き刺す練習、ここね、ちょうどターゲットと逆方向に突き刺すよ、地面に。それからこう擦るように、からちょうどこの小指で引き下ろす、こうやって引っ掛けるように、そうすると戻るから、ね、そうするとこういう動き、この動きが分かると手首のためっていうのが生まれてくるわけ、ね、こういうふうに。でそこから打っていくと、こんなような流れになってくるわけですね。これめちゃめちゃ重要で、怖いんだけどやってみると当たるから、怖いけどなぜか当たるというね、不思議な、現象になるから、この練習を遠ざけていく、この動きをやってください。でそれを踏まえてクラブを逆さにして右手で叩く練習、これをインパクトバックでやる。これが3つ目の要素ですね。遠ざかった時に、そうするとこう握るところがどこなのか分かるから、離すとこの小指側から力を入れると力が一気にボールに、クラブに伝わってくる。この練習をしっかりやってください。叩く練習ね。どうしてもこう叩くって言って、こうグリップをこう持っていこうとするとこう、こういうふうに手が流れちゃうから、こっちに投げていくと、ここでここでリリースされて当たるわけね。そうするときっちりと当たってくると。これを叩く練習ね、あんま考えないで何回もこうやって連発でやっていくと右手の叩き方って分かってくるから。そうするとほら、このうねり、体幹がうねることによって逆、そしてここの握りの外し、グリップエンドの遠ざかる感覚、ここら辺が全てがつながってくると。でこれが分かってくると、結局前傾のキープもほら勝手に分かってくる。グリップエンドが遠ざかることによって胸が下向く、こうはならないんだよね。絶対にこういうふうに引っ張っちゃうと胸があっちを向いてしまうし、体が起き上がってしまうわけです。これね、一番シンプルな理由を言うと、クラブの重心の暴れすぎ。クラブの重心の暴れすぎ、どういうことかっていうと、クラブの重心って大体ここら辺にあるわけ、ね、これがどういう運動をしてるか、芯を食わない人の特徴のスイングやってみるよ。あ、当たっちゃった。こう、じゃあ僕の動き見てみて、やってみます。この違い、僕の動きはこう、今回ですよ、シンクはない人、わかります、コックを使いすぎ、これですね。でどういうコックの使いすぎかっていうと、クラブを一回ここで決めちゃうんですよね、コックを作って。そしたらもう戻すしかないんで、運動がアリリリース、だからアウトサイドイン、軌道がバラバラになってしまう。僕の動きを見てて、ノーコック、ほとんど手首の運動量少ない、ですのでクラブのここはほら動いてないの分かる、そんなに動きが。でこれはどう、後ろ行って前行くね、こういう動作、これだとねうまく当たると。この量を抑えて
行く、この練習をやってほしいんですね。でこれどうやってやってるかをちょっと解説したいんですけど、まず、重心の位置をこう持ってください。こういうふうにでバックスインググッと回す。このグリップの位置をこう回して手元が上に上がる。でこの時に左手はあんまり折れないようにして戻す。これだけです。どうぞ僕のクラブヘッド見て、もう職さん足動いてないですよね。こういう動作、ね、なのでここでクラブが動くんじゃなくて動かない、重心が動かなければクラブが入れ替わるだけだから、手首の運動っていうのはこういうふうに手首は動いてないんですよ。腕が上がって下がってるだけなのに角度がついてるように見えるだけ、ここは動いてないんですよ、イメージはね。そうすると手首の運動はこれしかないんだよ、なのに溜めて見えるでしょ。これを皆さんこうだと思ってる人が多いの、こう、そしたらもう全部振り遅れてしまうという動きになりますね。なのでテイクバックをしたら、ここからただ反力でこういうふうに上に上がるだけで、戻るだけで当たる。アドレスなんですね。アドレスを直すだけで変わります。でなんでかっていうと、力の使い方っていうのを手とか上半身とかにこう頼ってる人、これね芯に当たらない、もういろんなところに当たっちゃう。でそういう方々のアドレスってどういうアドレスしてるかというと、めちゃめちゃこう結論、こうやって膝が前に出ちゃってるし、こういう方ですね。でこういう構えの人っていうのはまずうまくいかない。でどういうふうな構えかというと、こういう感じ、ね、この構えになるときですね、お尻がちゃんと股関節に角度がついてる状態、この状態でいくとこうきっちりと芯で捉えやすくなります。このお尻ですね。でこれってどういう感じかっていうと、どういうふうにして覚えなきゃいけないかっていうと、これ簡単で、皆さんね一回ジャンプしてみてください。でこの時に着地する時、どういうふうに着地できるか、僕の着地の仕方はこういう感じ、こういう感じね、ここでこういうふうに着地で、うまくいかない人の着地っていうのは、こう膝が前に出るよね。で僕らはこう後ろにちゃんと着地吸収できるんですよね。どうしてもこう前になっちゃう方がとても多いわけで、これが、練習方法として必要になってくる。つまりトップの位置からジャンプしてみるのね。その時に膝が前に出ないような感じ、これが覚えれると手の位置っていうのが常に真下にここに落ちてきます。ここで打てるようになると芯で捉えやすい。でこれめちゃめちゃ重要で、この同じところに持っていくための、これがここになったらもううまくいかないね、芯で捉えない、ここの状態で同じところ、これ結構重要なポイントなので、芯で捉えるためにはこの股関節のポジションが非常に重要。じゃあどうすればいいかというと、先ほどの着地の仕方を覚えてください。こうなるとダメ、ちょっとほら腕の位置同じところになりますね。でここで同じく同じところで、そうするとこういうふうに綺麗に芯で当てるということですね。でそれで、ポイントをもう一つお話しすると、芯で捉えるためにちょっとこう2つ、こことここにボールを置いて、この間を連続で素振りする練習してください。今と同じ股関節のポジションを作ったら同じところに腕が降りてきますので、でここがね、ここのルートがめっちゃ重要になります。ここの入り口のところですね、入り口が内側だったり外側だったりすると芯で捉えられませんので、ここ
でここが真ん中よりちょっと自分がずれたところね、ここに対してよりちょっとずれたところね、ここで素振り繰り返してやってください。そうすると芯で捉えやすいから。どうしてもねここだとね、あのここがずれてもなんとか調整できるから、ここら辺でここで腕の、ブラブラ感を出していくと。で股関節のポジション重要ね。でやると同じところに戻しやすくなります。ちょっともう一回やってみます。でここで構えます。ちょっとやってみますね。こんな感じですね。結構ここの2つが邪魔になるぐらいなので、同じところに降りるように、これが膝が前に出るとここに行きますから、ここだと同じところに、ここに同じところに入ってきやすくなりますので、小指を外すこと、小指を外すということと、そしてグリップエンドを遠ざける、それによってインパクトバックで叩く時のインパクトの圧力、握る時の力の入れ方、そして前傾のキープのイメージ、ここが分かってくると。手首の運動の仕方、こういう動きじゃなくてこういう動作、ノーコックからノーコックから入ってくる。そうすることによってこう使える感覚が出てきますから、そうするとクラブが自然に8の字を書くような動きになってくると。これによってね、うまく、捉えることができる、芯で捉えることができる。ここら辺少しずつでもいいからやってみてください。いきなり手首に角度つけるような動きをしないで、ノーコックからアドレスの芯で捉えるためのまずポイントとしては、膝が前に出ないで着地ができるようにすること。ここね、これをまず覚えてください。そうすることで、連続で振った時にここのルートにクラブがちゃんと入ってくるように、この2つ、ポイント意識して、じゃあ最後に打ってみます。腕はダラン、ここの位置、膝が前に出ないようにして、もう一球。ちょっと当たらなかった。もう一球。はい、ということでね、今日は、芯で捉えるためにやらなければいけないことっていうことで、アドレスね、ここを決めることでね、うまくいくので、ぜひですね、この膝見てみてください。こうなってる人、これジャンプするといいと思うね。ここで吸収できるかどうかがポイントだから、そうすると腕の位置が同じところに降りてくるということでね、やってみてください。ということで、このチャンネルでは私のレッスン経験を毎日公開しているチャンネルですので、ぜひともチャンネル登録とコメントと高評価をお願いします。あとコメントをね、待ってますから、もう毎日投稿してますんでね、頑張ってるんで、ぜひともコメントもお願いします。さよなら、バイバイ。動画最後まで見ていただきありがとうございます。もし良いと思ったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。もっとゴルフが上達したいという方はオンラインサロンに参加してみてください。 YouTube では語っていない有益な情報を発信しております。その他オンラインでのゴルフ指導も行っております。家でも学べる新しいゴルフスクール、原田ゴルフオンラインサロンもよろしくお願いいたします。